OK、はい、まずあの今まあこういうねセットにしたんですけど、この白天目にあの白天目っていうのは大体そもそもですね日本の国内では非常に著名な白天目というのは3腕から4腕あります。それはあの第1番目はですねあの本当に有名なものっていうか第1番目の茶碗はですねめくりやひんなんてこった、このまず徳川美術館の白天目が1点、これが1点、その次にですね、この前田家のあのに伝わった、伝承した白天目が1点、それからここにあるあの公設美術館といいますけどあの朝日新聞の美術館に伝わったものが1点、これが大変あの日本では日本っていうかいわゆるそのお茶碗の世界では著名な茶碗、この他に藤田美術館にも1点あります。それからまた戻しますけどあのこれらの茶碗を誰が使ったかという話になりますが、この茶碗はあのまず徳川美術館の茶碗は、お茶の茶道であった千利休のお師匠さんであった竹野上皇という人が、取り上げて、和物茶碗を取り上げて、使い出したもので、それ以前は、村田志功という人が提唱をした、月も雲もなきば嫌にて候という言葉を残していますが、ちょっとね、めくりますと長なっちゃうよ。いよいよあのここにあるような、室町幕府の足利義満の将軍の時の、お茶碗のようにこれはあの中国のいわゆる景徳鎮あたりでできたあの青磁のお茶碗で、これはあの馬甲飯という名前がついております。これ青磁のお茶碗です。もう一点はあのあれはなかったかな、もう一点は満月という名前がついたお茶碗がこの青磁のお茶碗で、それに対して言ったかどうかはこれはあの確信がありません、私が勝手に思っておることなんですが、月も雲もなきはなくはな、月も雲もなきは嫌にて候というのは全くの曇りもない、もうあの何の汚れもなくてまん丸の満月そのままのお茶碗の形をしたもの、これを指していったかどうかは別問題ですけど、その村田志功という人はあのそれに対してこういうお茶碗を使っております。これは志功青磁の茶碗で、名は細桜という名前がついておりますが、あのさっきの将軍家のお茶碗に対して、奈良のお盆さんであったその村田志功という方はこういったものを使っております。でそういったものを受けてかどうかは知らないんですけど、これが和美茶の始まりと言われておりますが、いわゆるその和美茶の始まりで和美茶ものを取り上げてきたのが、竹野上皇というまたあの人がいまして、その竹野上皇という方が茶道が取り上げたものが、こういったお茶碗で、になります。もう一つ戻りますと、これはあの村田志功というあの人が取り上げて使った天目碗で、志功天目、肺活儀の志功天目でこういった形を使っております。それに対して、竹野上皇という人はこういった茶碗に対してこれを使うと、これを取り上げるとあの取り上げて使うという形で、これがあのいわゆる白天目と言われるゆえんになります。西洋の黒い天目碗に対して白い色をしているので白天目と
ということになったんだと思うんですけど、でこれはこういうことで、ね、あの城天目はやはりで私は目指したのはここを目指したでやったんですね。で誰が使ったかと言いますと、これはあの村田主公という人が使って、まあ子供の宗我という人から、その宗我の子供の新右衛門という人が、尾張徳川家に、仕官をする。まあ戦国時代を通り越して尾張徳川というか徳川幕府になって、で尾張徳川ができた時に、その信長の一番下の弟であった織田浦久という人が、その尾張の徳川義直公に、武野信右衛門という人を紹介をして、その信右衛門を尾張徳川の茶道として迎え入れた時に、あの、その信右衛門という人がおじいさんの茶碗を持って仕官をしたというのが、これこのお茶碗です。でこのお茶碗は、伝来は、どうなってるの、武野城王から孫の信右衛門に渡ったというもので、特に、渡った、武野信右衛門の中定から終わり徳川家に伝わったというもので、ここに本に書いてあることは、小名高真下で近年に類似したものが発掘されて、同じよう小名高真下で焼かれてないか、焼かれたんじゃないかということが、書いてあります。可能性があると。もう一つこの前田家のお茶碗ですけど、これは前田家 の所持しているお茶碗は、これはあのすごい伝来があります。この伝来はですね、最初に武野城王という人が使って、その後、所持して、その後、その後に、千利休が所持をして、その後に、関白秀次公が所持をして、その後に、薬師院が所持をして、で信長はどこで持つのか、まあ書いてないね、これにはそういうことは。あ、もう一回これ後できちっと読みますね、はい、ここはちょっとカットして、はいはい、あのね、バーッと話すとね、うん、あの、城王瀬戸城天目千利休筆で、蓋裏に張り紙がしてあって、城天目城王所持、後関白秀次公所持由来少々これあり、中箱に、春慶塗りで外箱銅切りで、千利休書状があって薬師院に行く。で伝来は武野城王本願寺織田信長、豊臣秀吉豊臣秀次、薬師院、加賀前田家増田丼をということになっておりますね。これみんなこれ持った人はみんな途中で死ぬよ。僕はここにいればいいのか、うん、はい、あ、途中で死ぬ、うん、なんか呪いがあるの、うん、呪いがあったかどうか知らんけど、いやこれ大変な伝来の茶碗、それはね、うん、これは一番そういう意味では、あの、非常に興味深いっていうか、うんうん、歴史がのある、歴史が あるんだけど、実はそこでもう一つね、このお茶碗、僕わしの作ったこのお茶碗とこのお茶碗は、ここの出てる色は写真の色が違うけど、うん、ほとんど同じ。わしは3碗手に取っていっちゃうからね、3碗見たことがある、うんうん、ほとんどね同じ、うん、あのほとんど同じで、これ色が
黄色すぎる。この色をしとる、ここが本当の色、うん、ここの写真のね、うん、ここが本当の色で、まあ同じような色をしているので、色といえば、うん、このお茶が残ってるところ、うん、もう一つの特徴ですね、うん、あの人の湯が残ってるところ、ね、うん、湯だまりのこと、うん、このこれね、模様はね、うん、この黒い線がお茶なのか、うん、あ、このひび割れになって残ってるのは、あの使ううちにあのお茶が浸透して、うん、あの貫入と言いますけど、貫入にお茶が浸透して黒いひび割れが見えてくる。で、新しいものは何も見えないじゃないですか、うん、それを使ってるうちにあの 見えてきます。なるほど、はい、じゃあその竹の女王と